坂口安吾ピッチャー殺人事件その1速球投手と女優の身売り新しい年も9日になるのに打ち続く正月酒で頭が痛い細巻宣伝部長が後頭部をさすりながら朝日撮影所の門を通ろうとすると なれなれしく近づいた男が「やあ細巻さんお待ちしていましたとうとう現れましたぜあかつきようこがインタビューとろうとしたら拒絶されましたよあとで合わしてくださいオンにきますよ」こう言って頭をかいてニヤニヤしたのは「千倍新聞社会部記者のラオ木モであった「ほんとか?」 暁葉子が来てるって何で嘘つかんならんですか何だって君はまた暁葉子を追っかけ回すんだくどすぎるぜ商売ですよ察しがついていらっしゃるくせに会わせてください頼みますよまあ待ってろ門外君この男を火鉢に当たらせといてくれたまえ 勝手に撮影所の中を歩かせないようにな頼むぜ赤月陽子は昨年から1ヶ月近く社へ顔を出さないのである暮れのうち夫の岩谷天狗が陽子を出せと言って二三度怒鳴り込んだことがあった天狗は横浜の興行誌で幕中打,打ちうるさいやつだ 陽子の衣装まで質に入れてバクを打つという悪党で今まで洋子が逃げ出さないのがおかしいぐらいであったしかし洋子に恋人があるといううわさを小耳にしたのはようやく3日前だおまけにその恋人が職業野球チェスター軍の名投手大鹿だという猛速球スモークボールで昨年プロ入りするや 30勝近く稼いだ新人王でスモークピッチャーと謳われているこの話が本当なら宣伝効果100%というところだがあんまり話が面白すぎるいい加減な噂だろうと思ったが羅尾杜介が執念深く陽子を探しているのに気がつくと「はてな」と思った「千倍新聞」はネイビーカット群を持つ有名な野球新聞だ 細巻が部長室へ入ると、若い部員が来て、赤月陽子と小糸実がお目にかかりたいと思っていますが、はっ、やっぱり本当か。連れてこいよ。赤月陽子は駆け出しのニューフェイスだが、細巻が抜擢して相当な役に二、三度つけてやった。メガネたがわず講演技を示して、これから売り出そうというところ。 細巻も抜擢の甲斐があったといささか鼻を高くしていた矢先であったから入ってきた陽子とニューフェイス仲間の実りをにらみつけて「バカめこれからという大事なところで1か月もどこをうろついていたんだ返事によっては許さんぞすみません陽子は唇をかんで涙をこらえているようである」。 父とも思う細巻の怒りに血合いのこもっているのが骨身に響くのである言い訳は申しません私家でして恋をしていましたおいおいのっけからいいかげんにしろよ本当なんですせめて部長に打ち明けてと思い続けていましたがかえってご迷惑をおかけしてはと控えていたのですはあ、はあ <laughs> 誰だ相手は洋子はそれには答えず必死に顔を上げて「私の芸に未来があるでしょうかどんなつらい勉強もします」「それがどうしたというんだ」「十年かかってスターになれるならその時の出演料を三百万円貸していただきたいのです」「洋子は青ざめた真剣な顔で」 きのあきれ果てたという無言の面持ちを見つめていたがやがて泣き崩れてしまったみのりが変わって物語った洋子さんの愛人はチェスターの大鹿投手なんですやっぱりそうか家でなさった時から私相談を受けてかくまってあげたりいわや天狗さんと交渉したりしたのですが天狗さんは 手切れ金300万円出せとおっしゃるのです大鹿さんは昨日関西へ戻りました300万円で身売りする球団を探しに陽子さんは反対なさったのですおとといは一日言い争っていらしたようですそして大鹿さんに選手としての名誉をけがさせるくらいならと社へ借金にいらしたのです 洋子さんの不憫な気持ちも察してあげてください <laughs> 大それたことを抜かしよる。大声で叱りつけたが神経が細くてはできない撮影所め。太鼓腹をゆすって案外平然たるものだしかし頭にひらめいたことがあるから2人を部屋に残しておいてスカウトの煙山の部屋を訪ねた スカウトというのは有望選手を見つけ出したり買収して引っこ抜いたりする役目でここに人材がいないとチーム強化ができない煙山は日本名大の名スカウトであった細巻は煙山の部屋へ飛び込んで「おいちょっとした話があるんだがなんだい?」「実はこれこれだ。 天末を語って聞かせる。おおちょっとした話どころじゃないじゃないか大鹿は灰村監督の子がいだから動かないものだと各球団で諦めていた男だしかし300万円は高いなそんな高額は各球団に前例がないと思うがしかし300万の値打ちはある あいいつが加入すれば優勝疑いなしだよ。早速社長に話し、てみようじゃないか。四季島社長の部屋を訪れて相談したが300万という値は何としても高額すぎる去年のトレードは50万から80万が最高といわれ今年はベスト10の上位選手で100万1人ぐらいは150万200万選手ができるかもしれない と噂されている。球団が15に増したから、選手争奪が激しく高値を呼んでいるのである。いくら三振王だって。たかがルーキーじゃないか100万も高すぎるぜ。太っ腹の敷島だが、こういうのは無理がない。しかしですね。あれが加入すれば必ず優勝しますよ。優勝すれば。 安いものですとにかく大鹿は300万円の金がいる300万円必要だから動くんですよさもなきゃ絶対動かん選手なんだから相場を度外視して300万揃えてくださいじゃあこうしようとにかく300万揃えればいいのだろう大鹿に100万赤月葉子の出演料の前貸しとして200万 これでたたってみたまえ。暁葉子の200万も例外だがいずれ買える金だから諦めるよそうですかじゃあそれで当たってみましょうそこで煙山は早速その日の夜行で京都へ走った京都には大鹿と葉子が愛の巣を営むための秘密の隠れ家があるのであるそれは 大鹿と陽子だけしか知っていない。なそこは嵐山の片隅のアトリエだ母屋からかなり離れて独立している主人の画家が死んだ後は使用されずにいたものであった煙山と細巻は陽子から九段の住所を聞き取ると「話が落着するまでは誰にも知られず姿を隠しているように」と言い含め裏門から返させ 煙山も裏門から抜け出して京都へ走ったのである地図を頼りに来てみると右隣と裏はお寺左隣が古墳で前が竹やの密生した山という大変寂しいところ。初対面ではあるが煙山スカウトといえば球界で有名な切れ者その訪問を受ければ選手は一流中の一流と格付けされたようなものだ 大鹿は敬意を払って迎えた実は赤月陽子が昨日社へ現れて出演料300万前借りさせてくれというのだな君が300万で身売りするのが見るに忍びんというわけだしかしスターならいざ知らず海のものとも山のものともつかないニューフェイスに300万はおろか 三十万でも社で渋るのが当然なわけだけれども君と込みにして君たちに必要な三百万耳を揃えようというのだがどうだろう君の契約金百万陽子への前貸し2 0万という内訳だ君の百万という契約金は少ない額だとは思わないが ご厚意は感謝します。少ないどころか新人の僕に100万の契約金はありがたすぎるお話ですがしかし僕も無理と承知で300万で身売り先を探しているのです洋子さんに迷惑かけては男が立ちませんどんな不利な条件で例えば一生球団に縛られてもかまいませんから300万の契約金が欲しいんです なるほどそうか君がその覚悟ならまた話は別だそれでは君の意向を社長に伝えて相談の上返事するから待っていてくれたまえ。君はすでによその球団へ口をかけていたのかい,いえまだどこといって球団を指定してい,いやしませんが元夕刊スポーツの婦人記者の上野光子が 関西方面でフリーの女スカウトの看板を上げてるんですどこの球団にも所属せず顔を利用して渡りをつけるというわけです昨夜上野光子に会って希望を伝えたのですおお悪いのに頼んだな大鹿は煙山に顔を見つめられて赤くなったどうにも仕方がなかったのです 僕はまだプロ1年生で球団に渡りをつける方法の心当たりがなかったものですから上野光子といえば球界では名題の女であった女学生時代はバレエか何かの選手だったというが五尺四寸ちょっとの素晴らしい体育肉体美人だ甲子園を追って東本清掃勇敢スポーツに観戦機を戻してスポーツファンの人気を博していたが 選手たちに対しては恐ろしくにらみの利く存在だったというのは一流選手の大半は三つ子の誘惑の魔種にかかって関係を結んでおりそれを種に押さえつけられているからであった彼女に内幕を暴かれると対外の名選手が家庭葬儀を起こして神経衰弱にならざるを得ないそのにらみを聞かせて、 フリーの女スカウトをやりだしたのだ大鹿が顔をわからめているところを見ても彼もまた誘惑に負けた一人だと見当がつくのであるみつ子はこの隠れんがを知っているのだねいえこの隠れんがは陽子さん以外は誰も知りません上野三つ子とは外で連絡しているのですそうかいそれはよかった つ子が画策しても300万という大金はどこの球団も出さないと思うが仮にその口があったにしても保留しておいてくれすぐ返事を持ってくるからあっではお待ちしています洋子さんに心配するなと伝えてくださいよし心得た煙山は直ちに東京へ取って返す 300万といえば話に乗る球団があろうとは思われないがただ問題は1000倍新聞だあそこは打撃の一流床をずらりとそろえたが投手が足りない大資本にものを言わせて必死に投手引き抜きに暗躍しているのだその新聞の記者が朝日撮影所の門前にようを張り込んでいるのを見てもこの新聞は大鹿の噂を知ったらしい 煙山が京都駅から急行に乗ると車中で上野光子とぶつかったすらりと伸びた体を毛皮で包んでどこかの貴婦人かと見まがう様子だやあご盛大だね商用会？あら煙山さんこそ誰を引っこ抜きにいらしたの大鹿投手え大鹿が動くんかい しらばっくれてあなたの社の赤月葉子と大鹿さんのロマンスちょっと教えてよえなんだって初耳だな君はどこから聞いてきたのだそんなにしらばっくれるなら聞かなくってもいいですよみつ子はにやりと笑って自分の席へ行ってしまった煙山はとうとう嫌なことになったと思った 光子が関西の球団を渡る限りは大鹿の身売りは成功の見込みがないしかし東京へ行くとすれば第1に千枚新聞次に商売機の桜映画会社であるこの2つが大資本に物を言わせて名選手を縦横無尽に引っこ抜いている現に朝日映画のラッキーストライクからも3名引き抜かれている こいつは油断がならないわいと煙山も十分に心を固めた社へ戻ると大鹿の意向を社長に伝えまた上野光子が上京して大鹿売り込みの画策をしていることも言い添えた何千売新聞や桜映画にしたところで新人投手に300万出すかいいいところ100万だ。 ただの50万でも他の選手から文句が出るだろうぜしかし契約の条件によりけりですよだからさ最も有利な条件で100万止まりに決まっとるいや1 0倍新聞に欲しいのは投手ですこれは油断ができません我々に欲しいのも第一に投手次に3番4番が足りない もしラッキーストライクに大鹿が加入して3番にピースの国府一塁手4番にキャメルの桃山外野手が取れたら種と共に100万ドル優勝絶対ですそれは優勝絶対に決まっとる国府と桃山が取れるかい。必ず取ってみせます100万ずつで取ってみせます それを条件に大鹿に300万やってください私もスカウトをやるからには絶対取れないという大鹿を取りたいのですよ上野光子に負けたくありませんなまあ君国府と桃山を取ってからの話にしようじゃないか100万ずつで2人が取れたら大鹿のことも考えてみよう3人揃えば 優勝絶対だからじゃあ当たってみます2人が運と言ったら大鹿はきっとですねまあ2人の運を先に聞かせてくれよろしい3日あとに切符を持ってきます煙山は直ちに再び採火した国府と桃山に当たってみると 100万円なら、OK、だという煙山は喜んだ3日のうちに金を揃えてくるから他の契約は断ってくれと念年貢して安心して大鹿を訪ねたいやどうも返事が遅れて失礼した実はこれこれで国府と桃山の参加を条件にその時は君にも300万円出そうというどうやら 国府と桃山には成功したから喜んでくれすぐ取って返して300万円そろえてくるからそうですか実はちょっと間の悪いことができたんですどんなことが実はいわや天狗に20日に300万払うという約束を結んだのです20日が迫っているのに 煙山さんから返事は来ず、切羽詰まった気持ちのところへ、昨日上野光子と連絡がついたもんですから、千売新聞か桜映画へ頼んでくれ、どんな不利な条件でも300万になればいいと頼んだのです。それはまずいな、上野光子の返事は。19日の正午に、料理屋で会うことになっています。 と成功してみせると言い切ったのですそれは困ったな今日は17日だね18日朝について夜行で立って19日朝について上野光子を出し抜くことはできるがそうまでする必要はあるまい私の方は確実なのだ容疑者で金を運ぶのは危険だから19日の朝たって夕方着く ほうははっきりしているのだから上野光子がどうあろうともきっぱり拒絶してくれないかさもなければ上野をすっぽかして会わないようにしてもらいたいはあ確実ならそうします無論確実だ20日に岩谷天狗に金を払うのはどこだ今や天狗が京都に来ることになっています 子さんも19日の夜こっちへ着くことになっていますそうかいそれなら19日中に間に合えばいいわけだ必ず約束を守るから君も守ってくれ暁洋子のためにも我が社第一と考えてくれよ、はああわかりましたそこで煙山は安心して東京へ戻った 敷島社長に以上の話をすると上野光子の話がそこまでできかかっている以上引くわけにはいかないよろしい約束通り大鹿を取ろう今日の夕方までに500万揃えておくよそうですかかばんを持って受け取りに行きますよ君は今夜足すのかいいえ明朝を立ちます 容疑者に金を運ぶのは危険ですし上野光子にぶつかってもまずいでしょう朝の急行の一番早いの7時30分に立ちます9時発の特急つばめが遅く発車して早くあちらへ着くのですが特急は知った顔に合いますからわざと7時30分に立ちますよかろう 夕方まで時間があるので小糸みのりの家を訪ねて赤月陽子に会った300万円の契約が整った旨を知らせると安心して涙ぐんでしまった君も明日京都へ行くそうじゃないかええあんまり目立たないようにしてくれよいつの記者だね午後1時東京発京都へは 夜の11時近くに着くはずなんです。今やと約束があるのです。汽車の中で、今やと2人だけの話をつけるつもりなのです。それは、大鹿くんが知っているのかねいいえ。洋子は苦しそうにうつむいた。ずいぶん危険な話じゃないか。わたしが京都駅へ出迎えてあげようか。いいえ。 危険はあります身を守る方法を知っていますからそうかねまあ気をつけてくれたまえ午後3時ごろ煙山は500万円受け取った千円札で380万百円札で120万百円札が大変だトランク2つの荷物になってしまったところが その夜の夜時頃である。千枚新聞の社会部の電話が鳴る居合わしたラ羅尾黙介が取り上げると聞き慣れない男の声で「千枚新聞ですね」あ「あああのね野球通の人に頼まれたのですが明朝7時30分発博多行き急行にラッキーストライクの煙山スカウトが乗るから尾行してみたまえ」 という話ですよさよならガチャリと切れた赤月う子にかかりきって大鹿とのロマンス大鹿の居所などを追っかけてきた木助はぎょっとして金口副部長を振り返り「変な電話ですぜこれこれです」「おお、部長に知らせろ」部長の自宅へ、 電話で指令をこうと。実はな大鹿のことでは上野光子が引っこ抜きの話を持ち込んでるんだ上野光子は今夜の夜行で京都へ行くはずだがこの引っこ抜きは金額の上で折り合わなかったから失敗するかもしれん煙山が出かけるとすればこれも大鹿引き抜きだ こっちがひっこぬきにしっぱいしたらあかつきようこのロマンスをすっぱぬいてやれけむりやまをつけてみろそしておおしかのあいのすをつきとめておけけむりやまをつけていけばしぜんにわかるだろうわかったなはあ、そこで目助は、 伝票をもらって出張の用意を整えたその2 1月19日正午1時とある料亭の別室で向かい合って話しているのは大鹿と上野光子である桜映画じゃ一流投手23人引っこ抜きに成功したらしいのよ。 それで大鹿さんのこと受け付けてくれないのそれで千0倍新聞に掛け合ったんだけどどうしても100万までねまあそれが本当のところあなたのギリギリよ大鹿はむしろそれでほっとした顔だい,いえもうその話はいいですよどうもお世話さまでしたあらあっさりしてるわね やっぱりラッキーストライクがいいのね。赤月洋子さんのいるところが。い,いえ、そんな話はありませんよ。嘘おっしゃい。今夜、煙山くんがこっちへ来るでしょ。そんな話、知らないですね。ふっ。みつこの眉間にピリピリ感触が走った。あなた、 千倍新聞のネイビーカット軍に移籍しなさいお約束の300万出します千倍から100万私から200万私の全財産ですわどうもうお金の必要がなくなったんです何言ってんのさなぜあなたが300万円欲しかったか 私はちゃんと突き止めてますよ。誰から聞いたと思ういわや天狗師よ明日20日でしょ彼氏京都へ暁葉子の手切れ金受け取りに来るはずよ300万払えるええまあなんとかなりますあまちゃんね。 煙山君お金なんか持ってきやしないのよ持ってくるのは100万だけよそれで何とかなるのそこは大鹿の急所だなんと言っても300万という大金は手に取ってみないうちは煙をつかむようで見当がつかない思わず言葉を失ってうなだれてしまった私は くんに会ったわよ100万でごまかすつもりなどあとは暁洋子の義理で引きずる三段よ卑怯じゃないのあなたそれでもいいのみつ子の目がらんと火を吹いているたとえ岩や天狗のようなよ太もの相手でも人の奥さんと年頃になって損害賠償が払えなかったら男が廃るわよ 野球選手の恥しのの。じさらゃないの私が200万出しますから岩や天狗に札束たたきつけてやってよあなたからお金をもらう言われはありませんよ言われはなくったってお金が払えなかったらどうするのよ何とかします僕は覚悟しました何の覚悟よ 大鹿は男らしく顔に決意をみなぎらしたその時は多分死にますよバカねえみつこは苦笑し,したがやがて顔色を和らげた未来の世界的大投手がそんなことで死ぬなんてだらしないことね私の言うこと聞きなさいな 私からお金をもらう言われがないっていうけど私と結婚しましょうよ大鹿はびっくりして目を上げた驚くことないでしょう去年の夏は楽しかったわね私あなたの初登板の時から日本一の大物だと思ったわ。 ピースの号泣左腕投手、一福君が焼いてね。なぜあんな小僧を相手にするんだなんて詰め寄るのよ。小僧なんて何言うのよ。あんたの三振記録なんて、小僧君にたちまち破られるからって言ってやったのよ。一福君、去年の暮れ頃からしつこく私にプロポーズしてるのよ。今日も町で出会ったの。一福君、 京都に住んでるででしょ。でねすぐ結婚しよう泊まりに行こうなんて言うからはっきり言ってやったの私は23日中に大鹿さんと結婚するんですって一福君青くなって怒ったわよ大鹿は何とも不快な気持ちがこみ上げてきたがしかしこの先どうしたらいいのか思えば 暗闇があるだけだ。け胸がつぶれる悲しさである何をふさいでいるのよ朗らかにはっきりなさいな私と結婚するのよそしてネイビーカットへ移籍するのよ煙山君くんやラッキーストライクの卑劣さをあざ笑ってやりましょうよ私 あなたのたのめに200万円失うぐらい、何とも思っていないわよ大鹿は冷たく目を上げてあなたと結婚するんでしたらこんなに骨身を削る思いをして300万円で苦労しやしませんよみつこの顔色が変わったなんですって僕は暁洋子さんと結婚したいのです そのためにこんな苦しい思いをしているのです。ふ <laughs> 結婚できないわよ。今や天狗に300万円。払えないもの。その時の覚悟は決めていますよ。どなたのお世話にもなりません。自分一人で解決します。いろいろと面倒なことをお願いしてすみませんでした。失礼します。お待ち い,いえ、僕の気持ちを乱さないでくださいくるりと振り向くと、引き止める手を振り払って、大鹿は立ち去ってしまった。みつこが追って出たときは、もう大鹿の姿はなかった。みつこは時短だ踏んだ。どうしても大鹿の住所を突き止めねばならない。突き止めてみせる。そして、復讐してやる。 ラッキーストライクへの移籍話をぶち壊して300万円を不意にさせ岩や天狗への支払いを妨害してやるそして自分にすがらざるを得ないようにしてみせる天下の女スカウト上野光子は誰にも負けない女なのだ何時に着くか知れないが今夜中には煙山が来るはずだなぜなら 明長までに300万の契約金を大鹿に手渡す必要があるだろうから彼女は煙山を京都駅に張り込んでやろうかと思ったしかし張り込んで後をつけたりしてもその時はもう彼らの商談の終わりだ美津子が考え込んで歩いていると一服投手にパッタリ会った,りあったさっきはよくも捨てゼリフを残して逃げたなよいおみつ 何よ、天下の往来で。はん、どこだって構うもんか。貴様、本当に大鹿と結婚するのか。ふふ。おい、もし結婚するなら、貴様か大鹿か、どっちか一方を殺してやる。すごいわね。なあ、おい、嘘だと言え。さあ、どうだか。 今のところはっきりしないから23日のうちにわかるわよ大鹿さんと結婚するかしないかが大鹿はどこに住んでる私もそれが知りたいのよふん、<laughs> 隠すな痛い目を見たいか隠すもんですか私も探しているんだものあんた探せたら探してよよし探してみせる ついいてこいどっちよ大体見当がついているんだ大鹿が嵐山の終点で下車するという噂があるんだあそこからまた清滝行きの電車だってあるじゃないの何でもいいや意地で探してみせるから俺が大鹿と膝詰め談判して奴が手を引くと言ったら俺と結婚するなさあどうだか 大鹿さんと結婚しないったって、あんたと結婚するとは限らないわよ。そうは言わせる。じゃあどう言わすのとにかく、大鹿の隠れ家を突き止めてみせるから、ついてこい。三子を無理やり引っ張るようにして歩き出した。三子も大きいとはいえ、六尺豊かの一服の馬鹿力にかかっては仕方がない。しかし、 十王の地震は胸に満々たる光子いざという時の用意には十分に確信があるからこのデクノボウのバカの一年で大鹿の隠れ家が分かったらもっけの幸い,いとないない北疎縁で引っ張られていったその三尾行同じ朝の東京駅 7時30分発博多行き急行発車の10分前金口副部長と羅尾木助が煙山の姿の現れるのを待っている見知らぬ土地での追跡に一人じゃ危ういというので金口副部長も同行することとなったのであるいや来た来た乗れない煙山は矢に大きなカバンを2つぶら下げてやがらあの男ですよ あの鳥そうです四十五六の苦み走った男この煙山野球のスカウトで名回が本来は剣術と柔道の使い手五尺四寸五分の当たり前の背丈だががっしりした体格だスカウトとしては名声があるがその私生活は甚だ背評のかんばしくない男だ銀座にキャバレーを経営しているが ここまででえばあとは当たり前でしょう説明がいらぬという人物モグリの商事会社もやっているしあの手この手のいかさまきわどいところで訪問をくぐっているのが不思議なくらいしかし野球のスカウトとしてだけは実績を上げ名声を隆々としていてそのせいかそっちでは暗いうわさを聞かない 引っこ抜き作業自体がイカサマ事業に類しているからそれで満ち足りているのかもしれない煙山が乗車したのを見届けて金口と木助は中央の2等車に乗るそこには煙山は乗っていないはてな1号車かなそれとも一番前の2等車かな木け見てこいやへえ目助は。 ずっと見てきたが、いやはや敵は去るもの驚きましたわい何を感心しとる一等車にはいませんわ一番前の二等車にもいませんがなんぞはからん三等車の隅にマスクをかけて顔を隠していやがるよさっきの服装を見とったから見破りましたが煙山市お忍びで旅行ですぜ 違くありですな。さっするに二つのトランクは殺たばだ。今にしてようやく気がついたか。気が揉めるね。煙山だって自分の金じゃないのさ。なるほど、浅し式はサラリーマンだね。しかし煙山氏の月給袋はだいぶこちとらより重たいだろうな。

煙山の座っていた近所の人に聞いてみたがみんな知らないってさそれから一応網棚を見て歩きましたがあのトランクらしきものは2つともなくなってますなこちとら自慢じゃないがトランクに札束ありと見破ってこの方つらつら目に染み込ませておきましたんで見忘れないつもりですわ京都へ着く。2人は改札口のところに頑張って 目をさらにしていたが煙山は下車してこない降車客は見えなくなった停車時間は15分もあるから乗り換え線のプラットフォームを調べたが見当たらない念のためもう一度車内を点検すると京都で乗客の大入れ代わりがあってかなり空席も目立つ中にいるいる煙山は今度は最前部の二等車の真ん中あたりにマフラーで顔を隠し オーバーの襟を立てて雑誌を読んでいる。例のカバンは座席の下へ押し込んで足に押さえている。実に用心深いやつだ。しょっちゅう座席を変えてやがんですよ。こうなったら逃がさねえ。こちそらここで見張りますよ。よし、俺も見張るよ。二人は気づかれぬように彼の後方離れた空席に席を取った。 煙山は大阪で降りた。自動車を拾う2人も自動車を拾って追跡新淀川を渡って吹田の近くへ戻ってきて小さな住宅の前へ止まる金口は自分で降りていって煙山の運転手に「俺たちは怪しいものじゃない新聞記者だちょっと訳があってつけているから」 付けやすいようにカーブの時頼むぜとチップを握らせたそして煙山の入った門の角札を見ると驚いたキャメル軍の猛打者桃山外野手の住居である「敵は桃山かこいつは器をつかれたなさすがにやりおるわい」1415分もたつと煙山は出てきた。 また追跡。車は国道をぶっ飛ばしてぐんぐん京都の方角へ戻る狭い道へ曲がり込んでたどり着いたのが山崎の里相当な門構えの家の中へ煙山は消え込んだそこの門札を調べてみるとピース軍の至宝コーダの国府一類の成果であるいよいよいで「いよいよい出ていよいよ来」。 やりおるやりおる。怪物の名に背きませんな。敵ながらあっぱれなやっちゃ。これで札束がだいぶ減りおったろう。木助は札束ばかり気にしている。木助、この契約金いくらと思う罪なこと考えさせる手はねえですわ。また十四五分で煙山が現れる。自動車は、 一三に京都へ。なるほどねえちゃんと所持片づけて大鹿の隠れがえ,えか敵は順を考えとるコチトラの追跡知ってやせんですかそうかもしれん汽車の中からちゃんと見抜きおったかな。どうもいけませんわ札束の減り目にしたがってコチトラの腹が減るらしい早く焼け酒が飲みたいなあ 車は京都の市街へ入った。車の停まったところは河原町四条を下って入った裏通りの小粋な家しかしちっちゃな料理屋のようなところしかし旅館の看板がぶら下がっているそこまで送って自動車は戻っていく2人も車を降りたさてはここが大鹿の隠れ家かなよろしい こうなったらおいらも泊まり込んでやれ。よかよか。二人が旅館の玄関がやたつと、ロバがちょこちょこ出てきて、おいでや図。お部屋ありますか。お部屋どつか。あいにくどつな。満員どつは。今一人入ったでしょう。ああ。 予約してはりましたんやずっと長く泊まってる人が一人いるでしょどないなお人どすねん6尺ぐらいの大きい男知りまへんなあ今入った人の知り合いの若い男知りまへんなしかたがないから 2人は回れ。右。時計を見ると9時50分。あ、ここにうどん屋がある。1杯飲んで聞いてみようや。それあるかな？熱燗をつけてもらって、大男が止まっていないか。探りを入れるが容量をえない。おっさん野球見ないかね。野球をやったら飯よりも好きやね。 チェスターの大鹿投手知ってるかいスモークのピッチャーや。ひいきしてまんね。その大男や。前の旅館に通っとらんか、そういう人物は。見かけまへんなあ知らなければ長いは無用。ままよ。当たって砕けろ。いっそ煙山に面会を申し込もうや。相手がどう出るか。 やぶれかぶれさガッテンそこで再び旅館に取って返しさっきの煙山さんに会いたいがああ煙山はんお散歩にお出かけどすわややっ木助は規制を発した金口はさすがに落ち着いてどんな姿宿のどてら いようふくどしたさてはカバンをぶらさげて!」。牧助カバンの執念でかい声で思わずわめく老婆はびっくりして「いいえカバンはおいてかはりましたんや散歩どすよってなあ。ほう。 機開会。2人はがっかりして外へ出た、まあ、仕方がない。一つ支局へ寄ってみようや。支局へ立ち寄ると夕方5時頃本社から金口宛の電話があって午後10時47分着で暁葉子と岩谷天狗が京都へ着くはずだからその時間に京都駅へ行ってみろと指令してある。 ところが彼らはまっすぐ支局へ行けばよかったものを新京極をぶらついて串カツで一杯引っ掛けたりしたから支局へ現れたのが11時5分だあっと叫んだが後の祭りそれでも記者が遅れて着くかもしれないと哀れな神頼み出かけようとすると「そうそうあなた方の代わりに別の迎えがいっていますよ」 誰がちょうど5時半ごろでしたかね上野光子女子が現れて大鹿と懇談したけれど本社が金を出し渋るから契約がまとまらないというのですね腐りきっていましたよそれでこんな電話があったが大鹿問題に関係があるんじゃないかというと「大わりだこれで脈がある」と言って飛び出しましたよ 停車場で2人を捕まえて話し合えばなんとかなる見込みがあると言ってにわかに元気を取り戻したようですああそうかいこっちは一向に元気が戻らねえやとそれでも車を飛ばして駅へ行ってみたが急行列車は時間きっちりについてもとより急行から降りた客が今ごろうろついているはずがない2人は宿を取って まさにやけ酒を飲むこととなってしまったその四、殺人事件おそらく二人がまだやけ酒を飲み終わらない時刻であったろう午前二時半ごろであった大鹿にアトリエを貸している浜木家の庭に面した廊下の雨戸を叩いて助けを求める女の声が起こった 太郎次郎の兄弟が雨戸を開けると立っているのは血まみれの赤月葉子であるおああ赤月さんどうしたんですか大鹿さんが殺されていますえー、あなたはどうかなさったんですかどこかおけがをえ 私気を失って倒れてしまったのです今まで気を失っていました早く警察をそこで警察の活動となったのであるアトリエは2軒半に3軒の洋室が1間だけ他に手洗い場と便所がついているだけだベッドと洋服ダンスと机とテーブルに椅子が3つある大鹿は 戸口から,一軒ぐらいのところから斜め中央に向かってうつむきに倒れている傷はいずれも背後から鋭利な刃物でつかれたもので背中に4か所首に1か所めった刺しにされている辺りは鮮血の海であった壁から天井まで血しぶきが飛んでいる赤月葉子は尋問に答えていった 私がここへ来ましたのは午前0時ちょっと過ぎたところと思います。入口の扉には鍵がかかっていませんでしたが、アトリエの明かりは消えていました。私はしかし扉を開けて入った右側にスイッチのあるのを知ってますから、すぐ電灯をつけました。私は室内を一目見て呆然としました。 駆け寄ってちょっと抱き起こそうとしたように覚えていますもう大鹿さんの死んでいることに気づいて私はその場に気を失ってしまったのですふと我に返って浜木さんの庭の雨戸を叩いたのです確かに陽子は血の海の中に倒れていたにそういなかった衣服も顔も手も血まみれであった はてな、誰か死体につまずいたのかな。ここに血に濡れた手形がある。あなたはつまずきはしなかったでしょうね。私はつまずきません。すぐ明かりをつけましたから。なるほど。女の手のひらではないようだ。被害者の手のひらよりは小さいが。確かに誰か、手形と靴の跡とを残して逃げたものがあった。 赤月さんはタバコを吸いますか？いいえ大鹿さんもタバコはお吸いになりませんなるほどだから灰皿の代わりに丼を使っているのだなしかし確かに少なくとも一人の男と一人の女がタバコを吸っている男が一本女が二本犯人は彼だ 子はすぐ思ったしかしたばこを吸った女というのは誰だろう上野光子だろうか洋子は警官に打ち明けた私犯人を知っていますあの人に相違ありませんあなたは見たのですかいいえ私と一緒に東京から来たのです 私の夫の岩屋天狗です一緒にここまで来たのですかいいえ、ね、京都駅まで一緒でした私は岩屋と離婚して大鹿さんと結婚することになっていました大鹿さんは私の手切れ金として岩屋に300万円渡すことになっていました明日の正午に受け取ることになっていましたが 岩谷はあすの午後3時にある人に支払いする必要があって今夜のうちに金が欲しいと言い出したのです私は昨日の夕方煙山さんが大鹿さんに300万円渡したことを知っていますし岩谷の態度には変わったところがなく彼の欲しいのは金だけで他に含むところがない様子を見て取りましたからそれでは 今夜のうちに大鹿さんからお金をいただきなさい。一緒に隠れ家へ行きましょうと何の気なしに隠れ家も教えました。青蘭寺の隣のアトリエといえばすぐ飲み込めるはずです。青蘭寺は有名な寺ですし、蚊家は1軒しかありません。私はできるだけ早く手切れ金を渡してつながりを断ちたい気持ちがいっぱいですから。まさかに。 こんなるほどお二人は一緒にここへ来たのじゃないのですか一緒に来るはずでした京都駅へ降りて改札を出ると私を呼び止めた人がありました見知らぬ女の方ですが上野光子というプロ野球のスカウトですと自己紹介なさったのです 私たちが立ち話をしているうちにイライラしていた岩屋はいつの間にか姿が消えていました私は彼の急ぐ理由を知っていました明日の3時までに横浜に戻るには0時32分発の東京行き以外にありませんそれが最終列車です私たちが京都駅へ着いたのは午後10時47分で 時時間間間と45分しか間ののがないのです。自動車で往復してギリギリでほとんど余裕がありません岩屋の姿が見えないのであっと後を追おうとすると上野さんが私の腕をつかんで引き止めました行かせてくれないのです私はしかし岩屋の急ぐ理由がただ汽車の時間のためだと信じていましたので 大きな不安は持ちませんでしたそして上野さんの命のまま駅に近い喫茶店へ入りました何か話があったのですか上野さんは私に大鹿さんとの結婚をやめなさいとおっしゃるのですチェスター軍のハイムラ監督に義理もありチェスターとの契約に特殊事情もあるので お金に目がくらんで他の球団へ移籍すると連盟の問題になり出場停止はおろかプロ球界から葬られてしまうとおっしゃるのです恋愛のために大鹿さんが野球界から捨て去られてしまうのを見るに忍びないから忠告に来たとおっしゃるのですでも私は大鹿さんから伺って知っていました大鹿さんは灰村監督に育てていただいた義理はありますが チェスターとの契約は1シーズンだけで今度のシーズンの契約はまだ取り決めていなかったのです私はそれを主張して上野さんと葬論になりましたが果てしがないので立ち上がりましたそんなことで2 3 0分費やしたでしょうそして私は自動車を拾ってここへ一人で来たのでしたこの隠れ家を知ってるのは誰々ですか 2人の他に私が教えてあげたのは煙山さんと岩屋だけ。あとは心当たりがありません。ところが、おもやの葉巻太郎が意外な証言をした。今夜9時頃でした。一服さんがうちの玄関へ来て、ここに大鹿さんが泊まってるだろうとおっしゃるのです。私がアトリエへ案内してあげました。 一服ってどんな人だねピースの左腕号泣当主一福さんですよああそうかそしてそのほかに訪問客はなかったのですかそれは分かりません一福さんはうちへ来てお聞きになったから分かったのですさもなければかなり離れていますし木立に遮られていますのでアトリエの様子はわからないのです それに冬は日が暮れると雨戸を閉めていますから何か変わったものと聞きませんでしたか何も聞きませんよく眠っていましたからそこで所轄署に捜査本部を置き死体を検視して現場は監視機員の徹底的な調査とそれから矢探しが行われた判明した事実で 特に注意すべきところは次のようなものだった1つ大鹿はラッキーストライクと新契約し300万円受け取ったらしいがその300万円は紛失している1つ契約書はうつぶした胸の内ポケットにありうつぶしていたので血に汚れていないが1月19日に契約したものである 大鹿の署名は木質で書かれているが、この部屋には墨汁も毛質もない。一つ、出血の状況から見て、加害者の衣服は血を浴びているであろう。一つ、刺し傷によって半ズルに、犯人は相当腕の力があるらしい。一つ、大鹿のズボンのポケットに、上野光子の名刺があり、 東京の住所は印刷してあるが京都のアパートのところ番地が鉛筆で書き込んである三つ子自身の手らしく女手である一つ血に濡れた靴跡と手形があるが被害者のものでもなく陽子のものでもない一つテーブルの上に丼を灰皿の代わりにして二三本の外国タバコの吸い殻があり 2本には口紅がついており、1本にはついていない。1つ。しかし、来客に湯茶を接待した形跡はない。1つ。被害者の指紋は処方にあるが、他に特に注目すべき指紋は見当たらない。1つ。強行時間は、検察医の検視によっては、午後9時より12時頃までの間とあり、 なお正確には解剖に待つはずであるまだ夜の白白明けという時刻に刑事は一服投手の寝込みを襲って捜査本部へ連行したまた名刺に書かれたアパートから上野光子が連行されてきた2人の部屋はそれぞれ捜査したが血のついた衣類や紛失した札束は発見されなかった 他に捜査本部で探しているのは煙山と岩や天狗であるがまだ煙山の宿は彼らに知られていないのであるまず一服が取り調べを受けた捜査の主任は京都にその人ありと知られた名探偵憩井,井警部である君は昨日大鹿君のところへ行きましたねええお昼過ぎ 1>, 1時ごろから夜の9時ごろまで探してとうとう彼の隠れ家を突き止めたんですからね夕飯も食べないでそれは食べましたよどうしてそうまで無理して探す必要があったんですか一時も早く解決したい問題があったんです僕は上野光子にプロポーズしたんですがおみつは大鹿と結婚したいと言うんですそこで 大鹿君の,の返事はどうでした簡単ですよ。大鹿は他の女と結婚するはずだと言うんです。おみつには拒絶したと断言しました。今後、おみつから手を引くかと聞くと、引くも引かないも、他の女と結婚するのにおみつとかかり合っていられるはずがないというので、話は簡単、明快ですよ。僕は安心して、 すぐ引き上げました。それは何時頃ですそうですね。9時頃訪ねたんですから、まあ20分ぐらい話を交わしてすぐ帰りましたな。新京国で祝杯をあげて帰って寝ました。君は大鹿くんのところでタバコを吸いましたかどうだったかな。ああ、そうだ、吸いました。灰皿稼いというとどんぶり持ってきましたよ。 やつ煙草を吸わないいらしいです。そのどんぶりに誰かの吸い殻が入っていましたかいいえ、洗ったどんぶりです。何も入ってやしません。いや、どうもありがとう。ああ、ちょっと、大鹿君はラッキーストライクへ移籍の話をしませんでしたかい,いえ、そんな話は聞きません。ただ、金のいることがあって。 おみつにトレードを頼んだと言ってました。そのためにおみつと会うだけで結婚の話などはないという言い訳なんです。どうも早朝からごそ苦労でした。もうちょっと待っててください。一服の証言を信用すれば、彼が帰った後で女がいや男かもしれないがとにかく口紅をつけた人物が訪れてタバコを二本吸っているのだ。 憩い警部はみつ子を呼んだゆうべ遅かったようですねけさはまた早朝からご足労でした昨夜何時ごろでしたか大鹿君を訪ねたのはみつ子はふんとうそぶいて返事をしなかったその肉体は小気味よく伸びて堂々たる威勢を放っていた立派なお体だなあ何寸ぐらいおわりです 1m66 体重は5 7 k g 5 7キロ、まさに僕と同じだところで大鹿君からトレードの依頼があったそうですがその話はどんな風になっていますか契約が成立したならお話できますが私のは未成立ですから公表できません球団の秘密なのですしかし 大塚くんが移籍すると連盟の規約に触れて球界から追放されるから結婚から手を引けと赤月葉子さんを脅迫なさったそうですが脅迫なんかするもんですか赤月葉子こそくせ者なんですあれは筒もたせですいわや天狗と共謀して300万円巻き上げるための仕事なんですほほうなぜそんなこと知ってますか 私は駅の改札口で2人の着くのを待ってたのです2人は改札口から出てきましたが岩や天狗が陽子にこう言ったのです「俺は今夜寒い容疑者に揺られて帰るが同じ時間に女房が男といちゃついていると思うと情けねえな」とすると陽子が「300万円なら大儲けよ」と慣れ慣れしいものでした 私はむらむらシに触ったのですなるほどそれだけですかそれで十分じゃありませんかあなたは煙山氏に会いませんでしたか会いません大鹿くんに会ったのは何時ですか正午から30分くらいいいえ昨夜の訪問時刻をお聞きしているのですみつこはちらと犯行の色を見せたが 投げ捨てるよよううにいった9時半ぐらいでしょうよ何の用もなかったのよただ河原町市場の喫茶店で中学生が青鹿さんの話をしていたのです清蘭寺の隣のアトリエにいると話しているのを小耳に挟んだので何の用もなくブラブラ行ってみる気になっただけその時一服く君に会いませんでしたかアトリエに近いところですれ違いました 私は自動車でしたが彼は歩いていました私は目をそらしてそしらぬ顔で通過しました一福君はあなたに気づいたのですか存じません私はとっさに目をそらしたからそれからアトリエはすぐわかりました大鹿さんは私を見ると今一福氏が帰ったばかりだと言いましたよ私は彼を冷やかしてやりました陽子夫人が来るから そそわそわ落ち着かないでしょうねって彼は陽子さんと岩屋氏が一緒の汽車で10時47分に着くことを知ってますか私がそれを言ってやりました一緒に来るなんてへんてこねってそして先輩新聞の記者が駅に待ち伏せているって言ってやったらぎょっとしたわねでも到着の時間は教えてやりませんでしたなぜなら私が出迎える必要がありましたからね そして、もう着いた頃よとごまかしておいたんです。ラッキーストライクと契約を結んだ話をしませんでしたか私は聞いてみましたが、彼は言葉を濁して返答しなかったのです。しかし、私にはわかりました。彼の態度に落ち着いた安心がみなぎっていたので、契約に成功したなとわかったのです。昼会った時は、心痛のために混乱していたのですから、あなたは、 タバコを吸いましたね。もちろん私はタバコなしに10分間空気を吸っていられませんよこう言うと彼女はケースからタバコを取り出して火をつけたあなたはわざわざ京都にアパートをお借りなんですかプロ野球の関係者は大概そうですしょっちゅう東西を往復しますからいちいち旅館が泊まるよりアパートを借りとく方が便利なんですスカウトなんて 人目を忍んで仕事を運ぶ必要がありますから、大概人に知れないアジトを持っているものです。煙山市ぐらいのラツワンコなら、アジトの3つ4つ用意があるに決まっています。あなたは1つですかええ、1つ。駆け出しですから。あなたは煙山氏のアジトを知っていますかいいえ、それを人に知られるような煙山くんではありませんね。 すると、あなたが大鹿くんの元を立ち去るときは彼氏ピンピンしていましたね。私が殺したとでもおっしゃるのですか？い,いえ！何か怪しいことにお気づきではなかったかとお聞きしてるのですよ。何一つ変わったことには気づきませんでしたね。私は車で駅へ走りました。駅で暁洋子氏を捕まえるまで誰にも会いません。 自動車の運転手を探して聞いてご覧になるとわかるでしょなるほどはっきりした証人がいるわけですねどんな運転手ですか私は覚えていませんが先方は覚えてるでしょ昨夜の話ですからそうですともすると10時近くまで大鹿くんは生きていたのですねそうですいやどうもご苦労様。もうちょっと 調べが済むまで待っててください陽子光子一服の三商人を署に留めておいて集まった資料だけで捜査会議が開かれたとにかく岩や天狗と煙山の行方を探すのが鮮血問題であったその後記者の中の契約金口と木助は 8時半頃支局の若い者に叩き起こされたやけ酒の二日酔いで頭が痛み誠に新規爽快でない大事件が起こりましたよ大鹿党首が昨夜殺されたのです支局長は捜査本部へ詰めかけていますよあれれ予期せざる怪事件だ犯人は誰だまだ分かりゃしませんよ怨恨物取り 諸説ふんぷんでさ支局長からの電話ではラッキーストライクから受け取った300万円が紛失しとるそうです嘘つけあれなんとる暴言そもそも我らこと2名のヤジキタワだな東京の敏腕なる記者であるぞこちトラは朝の7時半から夜の9時半過ぎまで煙山を追っかけてきたんや彼の即席あまねくこれを知っとる これこれあんまり大きいことを言うな。とさすがに金口副部長、木助を制したが、木助、いささかもひるまない。いえ、あまねく知っとるですわ。煙山は夜の9時半までは確実に大鹿と王とらん。9時半までは300万円は煙山のカバンの中にあり、9時半すぎは旅館に置いてあったのです。大鹿は何時に殺された 夜の9時半から12時の間それ見ろおいおい木助あわてるなわれらもかちゅうの人物や考えてみろわれらこそなぜにけむりやまをおっかけたかこれかい人物の電話によるものであるこれはいかん何者かわれらのことをわろうとるかげの人物がおるわ捜査本部へ出頭じゃ

はすると大阪へ降りて桃山国府両選手を訪ねてあとはまっすぐ京都へね全然大鹿に会う時間はないわけですね9時半ごろまでさようで、ね、しかしですなわれらことがうどんを食い酒を飲んだる暇に煙山は散歩に出てしもうたですわしかし カバンは持って出ませんということでしかし9時半に上野光子が大鹿を訪ねていますがその時は契約を交わしたあとらしく安心しきっていたそうですなあれま無名の怪人物からの電話で尾行を命令したのですないや煙山の出発の時間を知らせてきたのですわそこがちょっと面白いですな 変な電話がちょいちょいかかってくるんですわ新聞社中途後は大概インチキ電話ですが今度ばかりは煙山の出発時刻からズバリそのもの東京の降り出しから京都の上りまでちゃんとすごろくができてますわやっぱり正月のせいかなまったく妙ですな尾行の様子を詳しく話してくださいそこで木助が得たとばかり ルル説明に及ぶそこへ煙山が連れられてきたので2人と入れ替わったが煙山は中折れ棒に白いマフラー2つのカバンをぶら下げて現れたそれを見ると木助がすれ違いざま尊敬な叫びをあげた「あれれあの人は手品使いかな昨日は鳥打ち棒に黒っぽいマフラーだったぜ」煙山は。 黙助をにらみつけて憩い,い警部の前に立った勧められて椅子にかけると彼は薬と笑ってカバンを開け俺鳥打ちと黒っぽいマフラーはここにあります私らはなるべく人目を避けねばならぬ商売だから色々いろいろ用心しますななるほど上野光子さんもそう申しておられましたよ 彼もおなごながら相当やりますあなたは昨日契約金と契約書を持って上方へ乗り込んでいらしたのですねその通りです大鹿選手と契約を結ばれたのは何時頃ですかいやそれが奇妙なのですよ記者が米原へ着くと大鹿が乗り込んできたのです どうしてこの汽車に乗っていることが分かったかと聞いてみますとそうと知ってたわけではないがじっと京都に待っていられない不安に襲われふらふらと米原まで急行を迎えに出たというんですね米原京都間は急行はノンストップですそれで上野光子との戦いきさつなども車中で教えてくれましたがいや心配するな 安心しろというわけで、汽車の中で契約書を交わして300万渡してやりました。新しい千円札はこういう時に便利で300万といったってあっちこっちのポケットへねじ込めますね。はてな、その契約書は墨で署名してありましたが。その通りです。ご覧なさい、煙山は。 カバンを開けてやたてを取り出して示した。野球の選手なんてものはスズリだの猛執だのまあ持ってないのが多いもんです。ですから私はちゃんとぶら下げて歩いています。さすがに最新なものですな。ところであなたは東京から尾行したものがあることをご存知でしたか？いいえ、それは知りませんでした。しかし。 私の職業柄常に尾行するものあるを予期して行動しておりますなるほどそれで分かりましたところであなたの東京発の時間を誰か知っていたんでしょうかそうですな社内ではまあ社長それから誰でしょうそうたくさんの人が知ってるはずはありません大概 9時の特急と思うでしょう1時間半遅く出発して京都へ着くのが1時間40分ぐらい早いのですからしかし特急は知った顔に合うことが多いので私はめったに利用しません実はですなご出発の前夜千倍新聞へあなたの出発時刻を知らせた電話があったのです無論無名の人物からです さっき規制をはしたのが尾行の記者ですよ。はあ,あそれは妙ですな私の出発時刻をね誰だろうあかつきよう子は知っていたかもしれんがそんなことをするはずはないあなたの関西旅行の夜向きはもう終わったのですかそのとおりです。 妙なことで大鹿との契約が早く済んだので、京都へ泊まらなくともよかったのですが、旅館の予約を取っておきましたから、ゆっくり休憩のつもりでな、この10日間に3度も関西を往復したのですから。京都ではいつもあの宿ですかいいえ、今度の3回だけです。私は決まった宿にはめったに泊まりません。それに、 京都よりも大阪神戸南海沿線などの方に陽向きが多いのですよ宿へ着いてから散歩されたそうですがそうです土産物を買いに出ましたそんなことはほとんどしないたちですしする暇もないのですがその日は久しぶりにゆっくりする気持ちが動いて土産なども買う気持ちになったんですな 最後にこんなものを買いました。京べに匂い袋、女物のセンス。みんな女の土産です。<laughs> 煙山はトランクを開けて土産の品々を見せた。同じ品をいくつも買ってる。ついでに2つのトランクの中を見せてもらったが、変装用具とせんべ。んぐの他は何もない。 いつ頃散歩からお帰りでしたかそうですな四条から三条それから祇園の方までぶらぶらとあれこれ見て回ってまた新京国へ戻ってちょっと寝酒を飲んで宿へ帰ったのは12時半頃でしたかな1時近かったかもしれませんどうもご苦労さまでした。 もうちょっとみんなの取り調べの目はながつくまで待っていてくださいいやどうもせっかく手に入れた選手を殺してうんざりしましたよせっかくの苦労も水の泡です煙山は苦笑して去った憩い警部は陽子を呼んで煙山の出発の時刻を知っていたか聞いたが朝出発とだけ知っていたが 時刻は知らなかったとのことでまたそれを誰に話しもしなかったという返事であったそこへ刑事が引っ立ててきたのはいわや天狗であった378の小柄だが腕っぷしの強そうな男だ彼は聞かれもしないのにいきなりわめいた「冗談じゃないよ俺が真っ暗の部屋へ入っていったら」 死体につまずいて手をついたんだライターをつけて室内を見たスイッチを見つけたから電灯をつけてこいつはいけねえと思ったねすぐ手を洗って電灯を消して逃げ出したんだ3分か5分ぐらいしかいいやしないちゃんともう死んでたんだ靴跡や手形はあるかもしれんが拭いてる暇もねえやうんちゃん探して聞いてみな。 自動車を待たせといて人殺しができるガーデンだしかし何しろ人は俺を疑うだろうと思うと慌てるね三300万円が不意になるし横浜へも帰らないまあまあよとパンパン宿へ行ったのさ赤い顔だ酒を飲んでいるらしい衣服の胸や袖口膝やところどころ血がついている かなり拭き取ったらしいがよく見るとわかる手形と靴を調べてみると確かに岩屋のものに間違いないお前は洋子に未練がなかったのかと憩い,い警部が鋭く聞いたいくらかあるさしかし300万で売れるならどんなに惚れた女でも手放すね彼は冷然と笑った よし。まあ待ってろ。運転手に聞けばわかることだ。どんな運転手だそっちで勝手に探すがいいや。うん、そうするよ。あっちで休んでいてくれ。岩や天狗を下がらせて、憩い警部は背伸びした。ゆうべの京都のタクシーは、だいぶ嵐山を往復したのがいるわけだ。ひとつ探してくれ。それから時間表を見せてくれ。 博多行き急行の米原着は午後5時5分か京都から午後に出かけて米原でそれに乗って戻ってくるには一つしかない京都発午後2時25分米原着4時30分か憩い警部は目を閉じて考え込んだ米原まで出かけていった寂しい不安な気持ちはわかるが しかしちょっと契約書を見せてくれそれを手に取ってにらんでいた走る汽車の中でこんなはっきり毛筆で書けるかな停車時間以外にはなあ彼はまた考え込んだが一服同士を呼ばせた君は大鹿君のところから帰る時 上野津子さんの自動車とすれ違ったそうだねいえ知りませんしかし自動車とすれ違ったろうさあどうですか覚えがありませんよだってあんなに寂しい道にかなり遅い時刻だもの印象に残りそうなものじゃないかでも考え事をしていたせいでしょうそうかいどうもありがとう 憩い警部は長いめい想の後つぶやいた「どうしても犯人はあれだけしかないね」「はっきりしとるよ」そして会心の笑みを漏らした「犯人は誰か」「ピッチャー殺人事件のすべての鍵はこれまでに残らず出し尽くされました」作者は もはや一言半句の不言を要しません。臭い怪しい人間が右往左往して読者諸君の整理を妨げますが諸君は論理的にすでに犯人を十分に指摘することができるはずです犯人は誰でしょうか。さあ犯人を探してください解決編 憩い警部は立ち上がって命令したすまんが各所へ応援を頼んでくれ印象が希薄になると困るんだな今日中に探し出すのだ何をですか自動車だ自動車はもう探しに出しています岩や天狗と上野光子を乗せて嵐山を往復した自動車2台いやそれじゃない。 片道だだ。けしか行かなか行ななった自動車なんだ嵐山まで片道人を運んだ自動車みんな探して連れてこいよ全部ですか全部。起点はどこからでもいいただし昨日の夕方の5時ごろから嵐山まで人を運んだ自動車そして男を運んだ自動車だけでいいまた乗客が1人よりも多いのは呼ばなくてもよい 夕方時時から深夜の12時頃まで一人の男を乗せて嵐山へ走った自動車全部呼ぶのだ憩い警部はちょっと考えて言葉を付け足したもう一つもっと重大なしかしもっと雲をつかむような探し物があるんだがな第一にアパート次に下宿素人下宿もだ 下田屋でも別荘でも寺院でもねそれから旅館あらゆるところを訪ねてくれ部屋を借りていて借り手が時々しか現れないというところをみんな突き止めるのだそして借り手が昨夜現れなかったか聞いてくるのだ借り手は男中年の男だ各所から応援が集まると 憩い警部は部屋と自動車との2つの部隊に分けて一同に注意を与えてそれぞれ区域を定めて八方に捜査に散らしたそして岩谷天狗と煙山と一服の男3名および赤月陽子上野光子計5名の関係者を署の柔道場に見張りをつけて休息させたまもなく1人の警官が憩いのところへ来て 東京の新聞記者がうるさくて困るんですがな。俺たちを監禁するとは何事だ。出せと怒鳴りましてね。暴れるは騒ぐは手に負えませんわ。ああ、そうか。あれも道場へ押し込めたのかい。あれはいいのだ。出してやってくれ。それからここへ連れてきてくれよ。目助は感触玉を破裂させ、金口はニヤニヤしながら案内されてやってきた。 不ぞ京都の警察はまあまあ勘弁してくれよせやい我らこと捜査のヒントを与えてやろうと天井無窮の自然的精神によって二日酔いだというのにこういう俗界へ降臨してやったんだぞあんこら。すまんすまん二日酔いの薬を弁償するから機嫌を直してくれよちょうどお昼だ 弁当を食べをててってく憩い警部はサントリーウイスキーを取り出して2人に刺した収賄罪にならんかねえ黙助は機嫌を直して乾杯したねえ憩いさん我らこと多少の尽力を惜しまなかったんだからそちらもちょっと漏らしてくれまへんどすか他の新聞に漏らさんことをねえ。 それは君、モラスも漏ら,らさんもあるもんか、君らの美工機は受けるぜ。おだてなさんだ。時に、昨日の朝の7時30分だったね。君らが煙山さんの姿を最初見つけた時、彼の服装はどうだった昨日のと同じさ、シャッポとマフラーが違うだけだ。マスクは その時はかけてなかったね。マスクかけてマフラーにうずまってたんじゃ見分けがつかねえや。こちとら二度見かけただけの顔だから。そうかい。よくわかったな。からかいなさんな。第一1ヒントをひとつたのむ。<laughs> 第ッ1ヒントは君からもらったんだよ。いけねえな。じゃあ第二2ヒントは 第二ヒントは上野光子が与えてくれたねどんなヒントさまあ待ってくれ今日中に必ずわかる犯人をあげてみせるよまあ君に第3ヒントだけ与えておこういいかい血しぶきが壁に飛び散ってるんだから犯人は全身に血をかぶったろうと思うよところがう子のほかに いいいががまみれという人物がいない岩や天狗の衣服に血液は付着しているが血を浴びたという性質のものではないねしかし犯人の衣服は血しぶきを浴びているはずなんだそして誰の部屋からも血しぶきの衣服は出てこないのさこれが第三ヒントだよ全然わからんですわまあ 君たち尾行機でも書いていたまえ。吉報が来たら最初に知らせてあげる夕方になった日が暮れた6時頃だ電話のベルが鳴る受話器をつかんで聞いていた憩い警部はみるみる緊張した受話器を置くと2人に叫んださあ一緒に来たまえ。恩人君たちのおかげだよ 君たちが犯人を教えてくれたんだ。その言われは車の中で説明するよ。さあ出動。犯人がわかったぞ。警部は二人を連れて自動車に乗り込む。数台の車が続いて走り出した。君たちの尾行を分析すると犯人が分かってくるのさ。憩い警部は機嫌よく説明し始めた。 いいかね。汽車の中でマスクをかけマフラーに顔をうずめ時々席を変えたり帽子やマフラーを変えて変装するという煙山が寒さの厳しい早朝の外気の中を汽車に乗り込むまでマスクもかけず顔をさらして駅の構内を歩いていたことを考えるとまずこの事件の謎のの一角が解けるのだよ。なぜ顔をむき出して歩いてきたか。 ある人に顔を見せる必要があったからさある人とは君たちなんだよここまで来れば電話の謎が解けるだろう電話をかけたのは煙山自身だ彼は君たちに尾行される必要があったのだなぜなら7時30分発の汽車に乗ったと見せかけるためにじゃあ 乗らなかかったんですか乗りましたしばらくはねおそらく熱海か静岡辺りで下車してあとから来た特急ツバメに乗り換えたのだろうなぜなら京都へ君たちよりも一足早く到着する必要があったツバメは1時間半も遅く出発するが京都に着くまでには追い抜いて 1> 約1時間40分も逆に開いてしまうだろう。この1時間40分に仕事をする必要があったのさ京都へ着くと彼は車を急がせて大鹿のアトリエに駆けつけ300万円を渡して契約書を交わしたなぜこうする必要があるかというとお金を渡し契約書を交わしてからでないと大鹿を殺しても 300万円を奪うことができないからだところが煙山は君らに尾行させている尾行をつけて大鹿の隠れ家へ乗り込むことはできないのさなぜなら君らはもともと大鹿の行方に最も執着を持っているのだから隠れ家がわかると記者の本領を発揮して早速乗り込んでロマンスの一件など 根掘掘りはほり葉尋問するだろうからね。ところが犯行の時間は午後11時30分ぐらいまでしか許されていないなぜなら陽子と岩や天狗が10時47分には京都に着いてだいたい11時半前後には嵐山まで来るからだ君らに粘られてはチャンスを失ってしまうのだそこで一足先に 君たちに隠れて金を渡して契約書を取っておかねばならないので特急ツバメに乗り換えて1時間40分の差を利用して嵐山の大鹿の隠れ家まで往復してきたそしてそれをごまかす方法としては大鹿が米原まで出迎えて車中で契約書を交わしたという計略を用意しておいたのだところがさあいにく契約書の署名が はっきりした会でね。停車中でなければ決して書けない書体だったのさ米原に停車中にはまず署名の時間はないなぜなら大鹿が煙山を探す時間一通りの事情を説明し聴取する時間が必要なはずでのっけから契約書を突き出すことはありえないからだところがだね 舞原を出発するとあとは京都までノンストップなんだよ私はこれに気がついた時思わず笑ったね「会心の笑みというやつさそしてほぼ事件の全貌を解くことができた第2のヒントは上野光子が与えてくれたのだが光子がアパートをアジトにしているように煙山にもアジトがあるにそういないということだ すると第3ヒントの謎が解ける血だらけの着物がそのアジトに隠されているのだ奪われた300万円もアジトにあるのだ散歩のふりして旅館から出た煙山はまずアジトへ走り衣服を着替えてさらに嵐山へ急行した着替えの衣類も持っていったかもしれぬ アトリエくや、出迎えた大鹿が振り向くところをいきなり人さしめったやたらに突き刺してそれから顔や手の血を洗い金を奪い衣服も着替えてアジトへ戻ったそこでさらに元の服装に着替えてかねて買っておいた土産の品々を持って途中で新京極で一杯飲んで旅館へ戻ったのだ。 取り調べが済み容疑を免れたから300万円と血だらけの衣類を例の空っぽのかばんに詰めて東京へ持ち帰って処分するつもりだったのだろうよ彼がこう説明を終わった時車はうずまさのアジトに着いたそこはアパートだったそしてその主のいない2部屋から血だらけの衣類と 300万円と凶器がすでに発見されて彼らの到着を待っていたのである憩い警部はにっこり一生して予期した品々を指してみせそして2人の肩をたたいたこれが君たちからヒントをもらったお礼だよ他の新聞記者が来ないうちにすぐ支局へ走って東京の本社へ電話したまえそして 例の鼻行喉を大至急書き上げることさじゃあさよなら彼はにやりと笑って二人の耳に口を寄せ新聞社の金一風と私の警察の金一風とどちらが重いかなハッハ笑いながら二人を部屋から押し出してさよなら ささやいた。